今日のゲストはですね、ひとみちゃんでございましてね、待ち伏せも好調でして、その好調なひとみちゃんがですね、先ほどあの当たった方と一緒にね、電話で喋ったはって、そうねえ、あ、ファンの方やったんですか。そうです。あの、この間サイン会に来ていただいた。そうですか。どうもありがとう。いや、明日もなんと5時起きやそうです。一つ頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。もうあんま寝られへんけどね、はい、何やったら起こしてあげようか。大丈夫です。いらんか。じゃあ待ち伏せどうぞ。はい、聞いてください。覗いた喫茶店、微笑み見つめ合う見覚えある二人。あの子が急になぜか綺麗になったのは、あなたとこんな風に会ってるからなのよ。ご苦労さんでございました。いやいやいや、止まらなかった。